77.5 FM 新潟。では頑張っている若者たちにアドバイスをお願いします。はい、頑張っている若い皆さんには、期待をしたいというふうに思います。皆さんも聞いたことがあると思いますけど、成功の反対は失敗ではなくて挑戦しないことっていうふうに言われています。大いにチャレンジして、成功に導くのが一番いいんですけど、やっぱり失敗っていうのは、そこからまた人間を大きくするというふうに思いますので、めげずにですね、どんどんチャレンジしていくことがより、素晴らしい人間を作るとともに、また自分がやりたいことの成功への導きになるんじゃないかと思います。みんなで頑張りましょう。